はいどうもビール工房チャンネルです。今回ですね、ちょっと問屋さんからデモの新しい FCU ケストレルのバージョン2用をちょっとレビューしてくれということなので、いただいてきたんですけどもまあ見た感じ普通のFCU っぽいんですけども、今までねタイタンずっと組み込んできたんですけど、どう違うのかっていう感じですかね。まあ、パッと見タイタンとよく似てる感じの構造なんですけど、なんか見たことない部品もついていて、なんかマガジンを感知するようなものらしいでございます。でコネクターも T 型で、間にヒューズも、はい、タイタンにはヒューズ入ってないですからね。これは安心設計なのかな。まあ、見た目の感じがもうタイタンとほぼ一緒ということなの でこちらのもういらないパーツはすべて取ってある状態にしてあります。まあ、ここからじゃじゃんとデモ機に組んでいきましょうかね。はい、メカボは変わりましたけども、だいたい組み込み予想図っていうか形はこういう感じになりますね。やっぱタイタンとあまり変わらないです。で付属品ですね、シムですね、 0.2、0.3、0.5、 まあこちらで使うんでしょうね。でこちらにまた付属のスペアヒューズだったりいろいろなものがついてきております。はい、こちらでは組んでいきたいと思います。この部分にセンサーがありまして、ちょうどここですね。ここにありまして、ここに、本体がかかってないか、ギアがかかった時だけセンサーにかかってないかの調整を微調整してください。でシム調整をし終わった後に、トリガーを入れてこのはめていく感じになります。はい、こういう感じで今基板が組み上がった状態になっております。線がねこんな感じ、はい、Tコネクタに変わって先ほどのものが組み上がっております。で、こちらのパッケージの方に書いてるんですけど、こちらの、Android でも Apple の iPhone でも大丈夫な e シューターっていうアプリをダウンロードします。で初期設定の方をして、動かしていきます。はい、では、この e シューターケストレルの、アプリをダウンロードして設定していきたいと思います。最初に構成していきますね。で最初の、パスワード、初期パスワードが、アプリのパスワードが888888、まあ8が6個ですね。で、先に進めます。で、ダッシュボードで、まあ、発射サイクルだったりトリガーレスポンスだったり、まあ、電流、あとバッテリーの残量だったりっていうのも見れます。あと設定でプリコック、このポジションで、何にセフセーフティーにするか、セミ、まあ、オートバースト、AUG バイナリースナイパー、まあ、こういう感じに設定できます。
あとバースト設定も3から10発まで、あとトリガー感度も1から5まであります。でプリコッキングモードもあるんですけども、プリコッキングモードをオンにするとオンになったままになります。フルで解除っていうのもないみたいです。プリコッキングブーストっていうのは、3種類、低い、中、高いっていうのがあるんですけど、あまり効果が薄いです。これ僕の感じた意見なんですけども、通常のタイタンに入っている、アドバンストに入っている、低い中高い、だと、あっちの方がまあ優秀かなと。あと、リアルカウントモード、これマガジン刺さない と、発射できない構造ですね。ETU の、G2 かなにもついてる機能ですかね。まあ、あれと一緒のような感じです。で30発撃つと、止まり、もう一回マガジンを抜いて刺さないと、撃ち始めれないっていう仕組みですね。まあ、リアル指向の方にはすごいいいものかもしれません。あとはバッテリーの、種類がリポなのかリフェなのかっていうのと、警告音、あとバッテリーセル数は自動で感知してくれるようです。あとセンサーのテストもできるので、こちらがちゃんと反応してるかどうかも、構成ちゃんとしてる、構成をちゃんとしてください。では実写の方していきます。まず 7.4V。はい。ツーセルですね。で発射します。モーターは EG 線使ってます。で、次プリコッキングモードをオンにした状態で、あまり変わらないですね。もう一回オフにして、で、次 11V 3セルを使って打ってみたいと思います。なんかそんなにあまり変わらないのかな。でバッテリーもう大丈夫なので、あとはプリコッキングモードオンにして打ってみます。こんな感じです。で次は SFA さんの 85C から 150C のね、あのハイレートのバッテリー使っていきます。これ使うと結構やっぱレスポンスが良くなりますね。で、プリコッキングモードをオフにした状態で 150C で回すと、という感じですね。はい。まあ、あの 150C のハイレートのバッテリーでも、まあこいつ動くぞっていう感じですね。ちゃんと反応して、ブレーキもしてしてもらって、よいしょ、ブレーキングもしてもらしてくれて、うん、何言ってるのかな、うん、まあちゃんと動いて正常に作動して、まあゲームでは問題なく使えるかなと思います。機能的にはタイタンとアスターの中間ぐらいなのかな。設定的にはすごいいいですね。ブルーリンクもいらない、
もうあのアプリダウンロードするだけであの設定ができてしまうっていうのがすごいいいですね。はい、あとはバージョン3用も出てるみたいなんで、はい、またね次回機会あったらちょっと試してみたいと思います。で、ちょっと試してみたいのがありましてですね、保証メーカー保証はされてないんですけども、こいつを使って動くのか動かないのか試してみたいと思います。はい、プラグインブラシレスモーターが入りました。はい、組が上がりました。でこのままちゃんと作動してくれるのか、まず 7.4V からいきます。お、問題なく動いてますね。しかも先ほどよりもレスポンスが若干いいですね、 7.4 で。ハイレートの 150C でいきますか。よいしょ。はい、ブラシレスモーターで、高レートのバッテリーを使うと暴走しますということで 7.4V でだとまともに動くみたいです。はい、皆さん注意しましょう。普通の 11V やったところだよね。はい、通常の 11V でも動きます。これで 20C ですね。 20C の 11V でも動く。はい、ブラシレスでもなんと動きました。はい、というわけで、以上ケストレル組み込んでみたでした。はい、また参考になったと思った方はいいねボタンを押していただけるとありがたいです。またわからないもんちょっとこう、わからない部分とかあれば、あの質問の方にあの書いていただければ、返信、なるべく返信の方はさせていただきます。ではまたよろしくお願いします。